三重大学の調査で研究費を不正に使っていたことが分かったのは三重大学生物資源学研究科の教授ですこの教授は2017年度から昨年度までの5年間に研究活動の補助を行った62人の学生の雇用賃金について本来別の申請が必要な交通費などを賃金に含めて支給するため労働時間の加算や出勤表の改ざんなど 不適切な処理を行って大学に請求していたほか事業で使用するとして研究費で購入した物品を学生に報酬として与えるなど合わせておよそ260万円の研究費を不正に使っていたということです三重大学によりますと私的流用や着服はなかったということです